マルチウィンドウのアプリを使ってスマホに分割して、上がシンプルノートというアプリで記事まとめて、下がメタのライブ配信で今やってます。どうしてほとんどの中世の城の階段が非常に狭く、時計回りに螺旋を描くように建てられているのか疑問に思ったことありませんか。中世の城は主に要塞として建てられたため、階段は敵の兵士が上がっていくのを極めて困難にするように設計されていました。ほとんどの兵士は右利きだったので、侵略者は攻撃する前に内壁のカーブを回り込んで動く必要があり、必然的に自分の体を露出させることになります。一方、防衛側は時計回りの螺旋階段の内壁を縦として利用でき、外壁のカーブに邪魔されることなく簡単に武器を振るぐことができました。加えて階段は意図的に薄暗く不揃いに作られていたため、攻撃側が攻め進んだ時にバランスを保ったり勢いづくことをさらに困難にしました。